手びたスカ万ギ市中日トンガ王国大使、津波厚氏笹川平和財団理事長、本日ご登壇される皆様、並びにセミナー参加の皆様、トンガにおける海底火山の噴火及び津波による災害からの復興をテーマとする第187回海洋フォーラムが開催されるにあたり、一言ご挨拶申し上げます。まずはじめに、 この度の災害によりお亡くなりになられた方、住居を失うなどの被害を受けられた方に心からお見舞いを申し上げます。トンガはニュージーランドの北 2000km の南太平洋に位置する古くからの王国です。2020年には外交関係樹立50周年を迎えるなど、トンガと日本は長い間大変友好的な関係にあります。 またトンガ王室は日本の皇室との関係も深く2015年の現国王トゥポウ6世の戴冠式には当時皇太子殿下および皇太子殿下であらせられた2006年まで40年にわたり国王を務められたトゥポウ4世は親日家として知られトンガの学校教育におけるそろばんや日本語の導入 スポーツ交流の基礎を築かれましたトンガは日本ではラグビー選手の出身地としても有名ですがこのきっかけはトゥポウ4世からの依頼によるソロバン留学生にあると聞いています初期の留学生の一人が後にラグビー日本代表として活躍するラトゥ選手ですこの後ご登壇予定とお聞きしています ラトウ選手の後にも多くのトンガ人ラグビー選手が日本の企業や大学、そして日本代表として活躍されています。日本の政府開発援助の実施機関である JICA はこれまで長年にわたりトンガへの開発協力を実施してきました。特に1973年に開始された青年海外協力隊はこれまで500名以上が派遣されています。 隊員たちは小学校の正規科目となっているソロ版や高校の選択科目となっている日本語の指導はもちろん栄養生活改善スポーツ芸術水産分野などでも幅広く活躍していますまさにトンガにおける日本の顔としてトンガ国内でもよく知られる存在となっています災害後には小説家の港かな江さんや 同じ時期に派遣されていた仲間とともにトンガの絵本を制作し現在は JICA 熊本デスクの尾上香里さんのようにトンガの友人をもって日本で支援活動に取り組んでいる元隊員の方々もいます。また JICA は離島間における連絡船の整備幹線道路護岸のほかバイオラ病院や国際空港国内専用の埠頭 太陽光発電所、風力発電所などの整備に協力しております。また、今回の災害発生時にはまだ準備中でしたが、防災のための早期警報システムの整備も現在進めています。今回の火山噴火とそれに伴う津波による災害では、住居をすべて流され、全島避難を余儀なくされた島や、 壊滅的被害を受けた島が複数あると聞いていてますまた首都を要するトンガタプ島でも海岸線の護岸施設船き場、船舶住居などに甚大な被害が出たほか噴火による火山灰の堆積により電線などの公共施設水タンクや農作物植物にも大きな被害が出ているとジャイカトンガ市長より報告を受け心を痛めております。 さらに復旧活動の最中にこれまで厳格な入国規制によりコロナウイルスの市中感染をゼロに抑えてきたトンガで初の市中感染事例が報告されました。これにより社会経済活動の再開に大きな影を落とすことになったのは大変残念です。災害発生後、日本政府は直ちに JICA の緊急援助物資の供与を決定しました。自衛隊と緊密に 連携することによって自衛隊の航空機輸送艦を使用し水食料火山灰除去用具高圧洗浄機等を迅速にトンガに届けることができましたトンガが一日も早く復旧し自由で平和で安定した国家として判定することは日本にとっても極めて重要です早期復旧に向け JICA は環境分野や エネルギー分野等で実施中の技術協力プロジェクトを活用しできる限りの協力をしたいと考えています災害に強い社会を形成していくためにより良い復興ビルドバックベターのための提言を取りまとめ中長期の復興に向けた新たな協力の実施についてもトンガ政府と密に協議していきたいと考えています本日は トンガの現地事情に詳しい専門家や関係者の皆様の講演、議論を通じて、現在、そして未来のトンガと日本の関係について理解を深める貴重な機会だと思います。本日のフォーラムが、両国のさらなる関係強化や相互理解の促進につながる機会となることを記念しております。ご清聴ありがとうございました。